声怖い。すでにやばい。始まった。はい、ということで音切り草蘇生編やっていきたいと思います。この間までね、かまいたちの夜をちょっとやってたんで、若干順番が前後してしまうんですけれども、ちょっと音切り草もちょ怖い系だっていうことで、名前は知ってたけどやったことがなかったので、ちょっとやっていきたいと思ってるんですけど、もうすでにオープニングの映像から怖すぎて、もう顔がめっちゃ今渋い顔になってます。はい、ということで、サウンドノベルエボリューション音切り草蘇生編始める。音切り草って実在する草の名前なんですね。でも波の横顔はいつ見ても綺麗だ。それが夕焼けに生えてなお美しい。川遊びの後の心地よい疲れからか、波はほんのりと大人の腕まで漂わせている。何公平、人の顔チラチラ見て。の公平っていうのが、主人公ですね。あ、いや、うん、僕は慌てて言った。ああ、もう早速なんだ。早速選択肢か。花も恥じらう美しさだ。花も恥じらう花の美こ、ちょっと赤さだ。ああ、そんな違わなくない？こっちかな。おう、花も恥じらう美しさだ。詩人の僕は言うことが文明的だ。詩人なの？うん、まあ気持ちはわかるけどね。ナミはクスクスと笑った。それにしても寂しい道だな。ナミ、何見てるの？ナミは盛んにあたりを見回している。うん、あの黄色い花、さっきからあの花ばかり目につくの。ああ、びっくりした。もう怖いよ、もう怖い。風に揺れる小さな黄色い花が、点々と続いている。ああ、音切り草か。え？音切り草？音切り草って名前が怖いよね。でもなんか本当に、音切り草ってあれらしいですね。なんかこう、説明書に書いてあったんですけど、本当にこう、不気味な言い伝えが残る実在の野草らしいですね。ああ、弟を切る草って書く。へえ。ナミは手のひらに字を書いてみた。なんだか気味の悪い名前。本当だよね。けどなかなか役に立つ草なんだよ。へえ。へえ、どんな風に、すごいナミと同じ反応しちゃった。うちのお袋なんかはこの時期になるとわざわざ田舎から取り寄せて作るんだけどさ、音切り草の束を乾かして焼酎につけておくと万能薬になるんだって。へえ、万能薬？あ、傷には塗ればいいし、腹痛には飲めばいい。力、あ、力じゃない、ごめんなさい。かやはちに刺された時も塗れば効くんだ。力かなと思っちゃった。かって漢字で書いてくれたらいいのに。まるでコンビニ状態ね。ナミは目を丸くした。聞き上手なナミを相手に話すのはいつも気持ちがいい。弟が前に全身にジンマシンが出た時なんかさ、嫌がるのをお袋が無理やりこれ塗ったんだよ。そしたらすぐに治っちまった。実はそれまでは俺も半信半疑だったんだけどね。すごいんだ。それって音切り草を焼酎漬けにするだけでできるの？本当に？なんか変なものつけてない？他に。あ、花が咲いている時作るのが一番なんだって。神秘的な花なのね。
ナミは小さくため息をついた。でも見直しちゃった。公平、何でもよく知ってるのね。ただの二枚目じゃないだろ。やだ。そのノリついていけない。そうだよね。うん、ちょっと私すごいもうナミと同感。ナミと共鳴してます。うん、ただの物知りの三枚目。気をよくした僕は、ついでにおとぎりさんの伝説を話して聞かせる気になった。ナミの怖がるホラータッチ、オカルト調ならもっと怖がる。話におひれをつけてみっちり話そう。なんか今のノリだったら、ホラータッチでちょっと怖がらせたいみたいな感じかな。うん。これ、平安時代にあった本当の実話、ちょっともう、ナミの前に私が怖いけど。おもむろに僕は話を始めた。ある高匠の兄弟がいた。この家には代々鷹の傷に効く秘伝の特効薬が伝わってたんだ。ところがある時、弟が自分の恋人にこの秘伝を漏らしてしまった。もう弟ってワードが怖く感じてきたわ。これを知ったんには逆上して大きなナタを手に。待って、ナタを？ナミが怖そうな顔をした。あ、どす黒い血がこびりついた大きなやつだ。なんでもうすでに血がこびりついてんの？その大ナタを手に、おのや弟めと乗り込んだ。キャ、その先もう話さなくていい。ナミは耳を覆った。僕は構わず話し続けた。なんかこういう怖い話するときってちょっと怖がらせたいよね、せっかくなら。弟は恋人と一緒にいた。兄は、まず逃げようとする弟の髪、弟の髪の毛をムンズと掴んで引き倒し、その大ナタを思いっきり振り下ろした。でもちょっと過激すぎてついていけない。いやドマッと血しぶきが飛んで首がごろり。兄は次に悲鳴を上げて逃げ惑う女の胸にぐさりとナタを振り下ろした。公平やめてったら。その時血しぶきがかかった草だってのがおとぎり草の名前の由来。あ、これ本当なのかな。そんな、なんか、どこに生えてる草なんだろう。ナミは、ふーっと息をついた。もう、趣味悪いんだから、僕を軽く睨んでいる。確かに、私も一緒にいるときこういう話されたらめっちゃ睨んじゃうかもしれない。そういう話ってね、呼ぶのよ。似たような事件を、わかります。僕はちょっと怖くなった。いや、自分で言ったのに。いつの間にか日は落ち、辺りは暗くなっている。雨もだんだんひどくなる。でもさ、こういう事件が起きるときって絶対雨降ったり雪降ったりするんだよね、僕は思った。いやー、あんな話するんじゃなかった。ええかな、別になんかそこまで。まだやばいな、だんだん気になってくる。辺りもなんとなく階段ムードだ。ねえ公平。ナミは不思議そうにあたりを見回している。え、ねえこんな景色私見覚えないんだけど。え、やっちまったやつ。え、言われてみると来た時の風景とはかなり違う。うわー、迷子。妙にどこかおどろおどろしく怪奇的で、まるでホラー映画かなんかのファーストシーンみたいだ。ねえ、道に迷ったんじゃない？ああ、まだカーナビとかないのかな。ナミが不安そうに顔を向けた。そこで僕は言った。大丈夫。すべての道はローマに通ず。行きはよいよいってよくわかんない。この道もう全部わかんない。全部わかんないけど A でいいかな。大丈夫。すべての道はローマに通ず。もうのんきなんだから。うわ、びっくりしたー。何？危ない。突然のことだった。引かれる。何？いきなり前方に対向車が踊り出たのだった。いきなりめっちゃ怖い。逆光変。え、僕は思い切りブレーキを踏んだ。え、足は虚しく空を踏む。空を踏む。何の手応えもない。え、死んだ。くそ、ブレーキが効かない。あん、ぶつかる。その時僕は、いやもう、めっちゃ怖い。草むらじゃない？
真っ暗な空間はどっかわかんないし、溝に落ちたら死んじゃうから草むらに突っ込みましょう。草むらに突っ込もうとハンドルを切った。車体の後ろが大きく持っていかれる。車、コントローラーめっちゃ揺れた。車は道から外れて滑るように右の草むらに飛び込んだ。対向車はクラクションとともに去っていった。あ、無傷なのか。はぁ、びっくりした。びっくりした。全身の力が抜け、僕はシートにもたれかかった。体中汗ぐっしょりだ。助手席を見ると、ナミもぐったりしている。大丈夫？私死ぬかと思った。私も死んでもうエンディングなのかなって思った。俺も。ナミの額にも汗が浮かんでいる。まあ、まずね、ナミちゃんの体調を気をつけ、気遣ってあげるべきだよね。怪我はないか？僕はナミに聞いた。うん、怪我はないけど、ほら、まだ震えてる。ああ、俺も。ああ、え？え？木やば。雷？倒れてくる。いや、もう事件ばっかり。僕らは車から飛び出した。ああ、公園の車から。ね、そんな災害ある？雷で倒れた木の下敷き。ああ、落雷で倒れた木が真正面から車を潰したよ。もう、残念すぎる、本当に。天井は凹み、フロントガラスは割れ、見るも無残な姿だ。ああ、いいよ、いいよ、いや、良くないでしょうか。もう、だって、どこ行けばいいの、この後。誰とも無事だったんだから。僕は強がりを言った。でも、かわいそう。ぺっしゃんこね。本当は泣きたい気持ちだ。ねえ、これ、オープンカーに改造できないかしら。ナミちゃんの発想が、ちょっと斬新すぎる。あ、その手があったか。いやいやいや。あ、終わった。一瞬で終わりましたね。車は炎上した。それも儚い夢だったね。でもなんかこの二人仲いいんだね。この二人の関係性は良さそう。一瞬でも夢を持った僕がバカだった。どうせ無理だったんだよ。潰れた車をオープンカーに改造したって、ただかっこ悪いだけで。ブツブツ言っていると、ナミが背中を叩いた。何酸っぱいぶどう？うん？どういう意味？ねえ、それより、車はあんなんだし、雨も降ってきたし、公平どうする？さすがのナミもちょっと不安そうだ。そこで、まあ、仮が、もうここはね、協力した方がいいよね。仲良く明かりがないか探した。あ、草むらの向こうに小さな明かりが揺れて見える。ナミ、あそこで雨宿りさせてもらおう。僕は車からとっさに持ち出しておいた懐中電灯や着替えの入ったバッグを取り上げた。手際がいいね。雨が激しくなってきた。ナミ、僕はナミの手を取った。キャ、嫌なの。手つなげよ、こんな時ぐらい。ああ、そういうことか。びっくりした。手つなぐのめっちゃ嫌がられたんかと思った。ナミは急に恐怖をかぶって逃げ出した。なんだよ、ナミ。あ、ごめん。公平な顔、今干からびたミイラに見えたの。そんな瞬間あります？ミイラ？え、怖い。え、取り憑かれてんの、なんか。思わず背筋が寒くなった。キャン。ナミがしがみついてきた。悪い気はしない。だが、ミイラって何かの不吉な予兆なのだろうか。雨がひどくなった。急ごう。あ。僕とナミは同時に声を上げた。いやー、音切りそう。めっちゃ生えてる。よね、これ。あたり一面に茂っていた草花は、みんな音切りそうだったのだ。音切りそうってさ、なんか雑草なの？こんな、めっちゃ生えるもんなの？かな。あ、多年草。今説明書読んだら、多年草なんだ。じゃあ結構本当に山に行ったら生えてんのかな？音切りそうばっかり。ああ。それは道しるべのように、木々の向こうの明かりの方まで続いている。そこで僕は言った。
なんかさ、結構選択肢多いね。まあでもさ、雨の中に、いるよりはもう行くしかないですよね。はい。とりあえず行ってみよう。よし、出発。まあ、明るく振る舞うしかない、こういう時は。ん？不意に波が足を止めた。どうしたんだよ。カタカナ気になるな。まあいいけど。見て。波が指さした。え、何？何？あ、なんだ。なんか転がってたのかと思った。虫の死体とかさ、死骸か。それは大きな門のある古びた洋館だった。あのお屋敷。ナミは息を飲んだ。まるで自分で光ってるみたい。どういうこと？どういうこと？だよな。背筋に鳥肌が立つのが分かった。公平。それでも行く？いやでもさ、僕は胸を張って答えた。まあちょっとしょうがないよ。だって雨に濡れて風邪ひくより入った方がいいよね。ちょっと C にしよう。左でぴったりくっついていけば大丈夫。こうだ。楽しそう。僕は波の腰を引き寄せた。どうやられてる。途端僕の体は波から離れ一回転して地べたへ叩きつけられた。いてて。あ、ごめん、つい。大丈夫？こんなに綺麗に決まるとは思わなかった。ひどいよ、雨降ってるのに。当たった。ナミが護身術を習っていたとは知らなかった。そこで、僕はことわざで言った。この、ならぬ缶詰、するが缶詰って、ちょっとことわざは私知らないので、A ですね。ナミさんいれば鬼に、あ、違う、金棒でしょ？間違えたよ。間違えたよっていうか、用心棒じゃない。こういう時は、おだてて奥に、おだてて奥にかける。洋館怖っ。門をくぐると風が、門を入ると風が強くなった。懐中電灯で周りを照らしてみる。あたり一面の草花が、すべて僕らの方を向いている。まあ全部おとぎりそう。うわあ、ナミの言う通りだった。見渡す限りおとぎりそうが一面の黄色い花を震わせている。怖そうにしているナミを見て僕は、A でしょうね。別におとぎりそうに悪いあれはないからね。そうそう、別におとぎりそうが何かするわけでもないのにと冷静、あ、言ってあげるのかと思った。勝手に冷静になってるだけか。冷静だった。ねえ、やっぱりやめましょうよ。このお屋敷、ますます嫌な感じが強くなるわ。え？その時誰かが囁いた。え？え？し、黙って。僕らは耳を澄ました。ん？誰かが囁いたのか？ん？どこからか、背筋の寒くなるようなうなり声がするが、狼よ、いや犬でしょ。波が叫んだ。なぜ、日本の狼は絶滅してるはずよ。おい、いるぞ。闇の中から、いくつもの目が、僕らを、伺っている。走れ、玄関まで走るんだ。僕らは走った。だがドアは固く閉ざされている。いやもうそうだよね。もう大声。すいません、開けてください。中からは何の反応もない。狼のうなり声が近づいてくる。ああ、来る。そこで僕は、懐中電灯で窓を割る。体当たりでドアをぶち破る。ただひたすらうろたえる。だってさ、どんどんってやっても開かないから、体当たりでドアを打ち破れるか分かんないので、懐中電灯でしょうね。確実に入れる方法がいい。懐中電灯で窓を割ることにした。下がってろ。えい！うまくいったが、ぐずぐずしてはいられない。ナミ早く、バッグを中に放り投げ、まず僕が窓から入り、ナミの手を取って引き入れる。
不法侵入ですね。え、でか。まあ、うわぁ、そこはかなり広いホールだ。天井が高く、吹き抜けになっているが、照明が弱くて全体的に薄暗い。まあ、お屋敷なんていうものはこんなものなのだろう。どなたかいらっしゃいませんか？僕の声に栄光がかかる。返事はない。ホールはガランとした印象で、目につくのは正面左右の階段と隅に置かれた客用のソファ、その横に西洋鎧。うわぁ、このさ、鎧の中とか結構死体とか入って、何？入りがちだよね。そして玄関なのに暖炉まである。その脇には人間でも入れそうな大きな置き時計が据えられている。中でもひときわ異様なのが壁際に置かれた巨大な水槽だった。人浮かんでない？誰もいないのかしら。ごわごわと波が言う。どうかな。ねえ、あの鎧、私を見てる。波が僕の耳元に言った。ちょっと、鎧を見ると、ファミコンの、スイートホームを思い出しちゃうっていう悪い、なんかあれがありますね。自マニアックですけど。変だな。さっきまでは水槽の方を向いていたような気がするけど、人入ってるんじゃない？やだ、また変なことを言う。勘違いかな。そうよ、勘違いよ。なんでここカタカナにすんだろうな、気になる。僕らは鎧を見ないようにした。怖い。めっちゃ濁ってるよ。水替えしないと。金魚かな？何？ねえ、あの水槽何がいるのかしら。ナミは水槽を見に行った。ガラスには苔がついていて、水はどんよりと濁っている。もしかして大きな魚でもいるのかしらね。アロワナ？社長がよく飼ってる魚アロワナ？ナミは僕を振り返った。そこで僕は言った。いや、かっきました。ピラニアとか入ってたら手で食べられちゃうから、上から覗いてみましょうか。上から覗いてみればわかるさ。僕は水槽の裏へ回った。水槽の裏側には作り付けのはしごがある。餌をやるためだ。登ってみる。あ、上の方に、上から餌をあげるためにはしごがあるってこと？すごいね。よしましょうよ。ねえ、もういいから。ナミは途中で怖くなったらしい。ねえ、やめて。良くないことが起こりそうな気がするの。え？実は僕もそんな気がしている。いえいえ。やめたらいいだったら。けれど、今さら後へは引けない。大丈夫だよ、待ってろ。僕ははしごを登った。はしご崩れない？大丈夫？あ、怖。濁った水面はゆっくりと動き出し、時計回りに渦を巻き始めた。え？浩平、早く降りて。渦の回転は速くなった。吸い込まれちゃう？濁った水に何かが浮かび上がった。うわ！それは動物の死体だった。嘘でしょ？さっき、なんかさ、草むらの中で落ちてないって言ったやつここにあったの？どうしたの？ねえ、何？動物ってなんだろう？動物っていうか魚じゃないってことだよね。やば。僕は急いではしご降りた。ネズミとかかな？落ちちゃった。結構デカめ。犬だか猫だかが泳いでた。めっちゃ大声が出ちゃった。ただ頭がなかったけど。嘘でしょ？やだ。やだじゃ済まない。ナミはゾクッと肩をすくめた。その時、鳩時計、頭上で物音がした。いや、もう怖いんですけど。何今の音。二階に誰かいるんだ。よかった。行ってみましょう。よし、行ってみよう。その時僕は、誰かに呼ばれた気がして振り返った。何か言われた気がして波を見返った。家の人に何て挨拶しようかと考え込んだ。
まあなんかこういう時ってこうなんかちょっと、あんっていう時あるよね。B にしよっかな。何か言われた気がして波を見返った。え？誰かが見てる気がするの。なぜ？視線？え？感じるの。鎧のせいだろ？だから見られてるような気が。あ、怖い。ちょっともうボタン押すの怖い。振り返って僕は絶句した。鎧が近づいてる？後ろ、真後ろに立ってるもしや。ナミもポカンと口を開けた。嘘でしょ？たった今まであった鎧が消えている。やっぱり中に人いたんだよ。なんか今変な音しなかった？僕らが水槽に注意を奪われている間に誰かが運び去ったのだろうか。またな。やっぱり2階。行ってみよう。僕らは階段をゆっくりと登った。太い木の手すりがなんだか濡れているような感触だ。気をつけて。ナミがそっと僕の腕を掴んできた。僕は階段を登りながら思った。2階に鎧を動かしたやつ、いや2階には、だって2階は動かせない。C でしょね。今の物音。しかし今の物音は何だったんだろう。ここだ。は、返事ないわね。いないのかな。僕は思い切って、ドアを開いた。はい。ちょっとめちゃめちゃ、なんかしょっぱなから、え？めっちゃ怖いんですけど、これ。ちょっと、結構震えてるっていうか、めちゃずっと渋い顔しながらやってますけど、この後ね、多分いいところに入っていくというところで、今日はそろそろ時間なので、この辺にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。怖い。